宝徳は中国五冠末期の武将。字は黎明。領州南安軍、同県の人。重慶は宝獣。子は宝海。宝徳とも表記される。三国志義士に理蔵文領元天に宝円伝いに捨てがある。漢中軍閥の馬頭、馬長夫子の配下で曹操に敗れた馬長が漢中の長路に身を寄せた時もこれに従ったが、そこで、 馬長と田本は勝ち、曹操に仕えた。曹操敗下として活動した期間は短かったが、その中烈な最期を称えられ、司書に名を残すこととなった。若くして、軍備や、州の十字となった。初平年間、馬頭に従って、凶族や、帝族の反乱を撃破した。幾度か功績を上げて昇進し、高位に登った。二百二年、曹操が、延端。 炎章を霊用に撃った際、炎丹羅は南郷土前雨の国里屋泉に曹操を裏切らせ、各炎と高み木に数万の軍勢で進攻させた。この時、馬頭も曹操を裏切って炎丹羅に内通しようとしたが、昭洋、長期、風強しらの説得を受け立ち戻った。馬頭は馬長と法徳に兵一万人余りを預け、昭洋の援軍として派遣し、孔強しと、 各園を平洋で防がせた。乱戦の中で馬長が負傷したが、宝徳は先方となって敵軍を大破し、各園を自らの手で打ち取った。寄陣した宝徳が弓袋から各園の支給を取り出すと、各園のおじであった商用が号泣したので、宝徳は謝罪した。商用は、各園は我が老いとはいえ国賊です。気候が謝る必要はありませんと答えたという。 この功績により、中老将に昇進し、都抵抗に封ぜられた。205年、再び高見木が反乱し、黒山族の長白木が、功能で高王すると、曹操の援軍を引き受けた馬頭に従って、領、で長白木を討伐した。宝徳は戦うごとに陣を落とし入れて、敵を退け、その武勇は、馬頭軍随一とされた。208年、 馬頭が入朝して栄意に任命されると、宝徳は止まって、馬長に仕えた。211年、馬長が遺難で、早々に敗れると、馬長に従って、関洋へ逃げ込み、騎乗に入った。後に、再び反乱を起こして敗れた馬長に従い、関中へ落ち延び、長路に従った。馬長はさらに出奔し、劉備に仕えたが、宝徳はそのまま、長路の下に止まった。 215年、曹操が漢中軍を平定した時、長路と共に曹操に降伏し、その家臣となった。曹操は宝徳の勇猛さを知っていたため、立義将軍に任命して、関門抵抗に封じ、所領数を300個とした。慶州の宛上で、宝温や英会らが反乱を起こすと、曹人と共に血に圧し、宝温と英会を処刑した。続いて、 繁盛に駐留し、劉備軍の関羽に備えた。宝徳には、いとこと旧君の馬上が劉備の元に行ったことから、繁盛の諸将たちは彼を疑った。宝徳は、常々、私は国の御恩を受け、命をかけることで義を行うものである。この手で関羽を打ちたい。今年関羽を殺さなければ、関羽が必ず私を殺すであろうと語っていた。 後に関羽と戦って矢をその額に命中させた。当時、宝徳が白馬に乗るのを常としていたため、関羽の軍勢は宝徳を白馬将軍と呼んで恐れた。ある日、双人の命令で繁盛の北十里に駐屯していたが、長雨の影響で関水が氾濫し平地が水没してしまい、関羽の船によって攻撃を仕掛けられることとなった。孤立無援の中、 宝徳は弓を取って優先し、廃下の刀庫当刀長らが羽に不老したのを発見したため、全員を殺害した。また水没していない丘に登り、弓矢による反撃を続けた。夜明けから日没にかけて、羽の攻撃も熾烈を極めたが、宝徳は、忠師匠のせ何に対し、決死の覚悟を再び述べたという。結局、水が増してくると兵が上がって降伏してしまったが、 宝徳は、濁流の中で配下の小一人と部隊長二人と、共に、関羽軍に対して、荒烈な抵抗を続けながら、小舟に乗り、決して諦めずに、僧人の元に帰還しようとした。しかし、水の勢いで、宝徳の小舟が転覆してしまったところを、ついに捕獲された。関羽は、いとこが劉備に仕えていたことから降伏を進めた。しかし宝徳は、 我は国家の亡霊となったとしても、俗称などにはならぬと述べ、曹操への忠義を貫いて、関羽によって首を打たれた。曹操は宝徳の最後の言葉を聞いて、涙を流して悲しんだという。またこの時に、縮小の勇勇が関羽に降伏してしまったことと、宝徳の死に様を退避し、わしが勇勇を知ってから30年になる。危機を前にし困難にあって、 新山の宝徳に及ばなかったとは思いもよらなかったとも語ったという。宝徳はその忠義を高く評価され、後に宗妃が王位についた時、母山の使者から宗公と送りなされた。この宝塊ら4名も釈位を賜ることとなった。慶州4年秋7月、双方は彰直を下し、曹操の病庭に後進20人を祀った。 宝徳は曹操に仕えた期間が短かったにも、かかわらず、この中に含まれている。陳寿は、宝徳の命がけの振る舞いを、皇后に殺害された、周囲拉ちになずらいて表している。小説、三国支援儀においては馬頭が暴殺された後、曹操への報復の兵を挙げた、馬長軍の武将の一人として登場し、馬隊と共に、馬長に忠実に付き従い。 しばしば参謀役としても進言している。長炉に身を寄せた馬長が劉備との戦いのために、駅州に出陣した時は、病気により同行できなかったため、馬長が劉備に降った後も、長炉の元に泊まることになる。曹操が、冠中兵帝を目論に攻め込んできた際は、長炉の軍勢として出陣し、過去縁、巨蝶と一新一帯の攻防を繰り広げている。それを見た曹操が殺すのは、 おしいとして、長老の部下、洋松を買収し、長老と仲たがいさせたため、宝徳はやむなく曹操のもとへ降っている。その後、尊権との戦いで従軍し、武将の陳武氏を激しい一騎打ちの末に打ち取る、武功を挙げている。関政党戦では、宝徳は、自らが裏切るかもしれないという疑念を晴らすため、戦に赴く前に、自らの棺を用意し、命に代えてでも、 勘を打つという意思を示している。曹操はそれを聞いて喜び、絶賛している。新参ということで将軍が、右近副将が宝徳となるものの、両者の折り合いは厳悪で、意思の疎通を欠いてしまう。はじめ宝徳が、勘の左腕に矢を命中させるなど、選挙区を優位に進めていたが、宇勤はこう焦ったのか、撤退命令を出している。このため勘にこの隙をつかれ、 水攻めを食らって大敗し、ウキン、宝徳どもに生け取られることになる。この時、宝徳を水の中で捕らえたのは、周宗ということにされている。その後は、史実同様、宝徳は忠義を貫き通し関羽の手によって処刑されている。ウキンは命乞いして降伏し、後に呉により本国に送り返されることとなる。ありがとうございます。